じゃあもうそろそろ始めますかね。ということでお疲れ様です。この沖縄の旅にですね、この今映ってる画像もなんですけど、オズモアクション3っていう機材を使ってずっと、沖縄で配信とか、動画の撮影とかやってきたんですけども、いろいろ感じるところがあったんで、話せたらなと思います。まず、ライブ配信機能の話に行く前に、いろんなアクションカメラを使ってきた中で、いろんなというか GoPro は使ったことないんですけど、それ以外の、ほとんど中華系のアクションカメラですよね。で、前回沖縄に来た時に3つか、XTU っていう、系列のカメラと、あともう一個なんだかな、ちょっと忘れたんですけど、そちらの2つ、本当は撮影してまして、で、ただ比較動画の方、全然ちょっと作るに至らなかったので、撮影はしてたんですけど、比較動画は実際撮ってて、一応動画は作ってないんですけど、その画質の比較だったり音声だったり、自宅に帰っていろいろ見てみたんですよね。で、やっぱ基本的に、なんていうんかな、画質なんですけど、例えば 4K とか 5K とか言っても、何言うんですかね、4K とか 5K なんだけど画質むっちゃ悪いんですよ、で、音声も多分内蔵のマイクを使った動画撮影になっちゃうと、結構ね、音質がむちゃくちゃ、こもってるというか、ちょっとあんまり音質が良くないで、その一個、ワイヤレスマイクがついてたやつがあったんですよ、もともとセットで。で、それで撮影した時はすごい音は大きく拾うんだけど、やっぱり音質が良くなかったんですね、っていうのがあって、で、結局、中華系ばっかり今まで使って比較はしてきたんですけど、値段も2万円ぐらいまでなんですよね。で、やっぱり、オズモアクションとかもそうなんですけど、GoPro なんかだと多分7万前後で、オズモアクションだと4万円後半ぐらいだったと思うんですけど、その、なんていうんですかね、とりあえず使ってみないとわからないってことで、今回まずはオズモアクション3の方を購入したという流れになりました。で、DJI さんは、私はドローンの、マビックミニとマビックミニ2ですごい、映像の品質をすごい、高評価してまして、あんなちっちゃい機体でむっちゃ綺麗に撮れてるんですよね。で、きっとその映像のクオリティっていうのが、これ DJI 製なんで、
といいんじゃないかなっていうことで、まあ、まずは、まあ、あとは値段っていう観点もあるんですけど、まあ、オズマアクション3を購入した流れになりました。で、結論としてなんですけど、むちゃくちゃいいです。うん、やっぱりセンサーサイズがどうしてもアクションカメラなので小さいから、あの暗いところっていうのがちょっとなんか画質がなんかブレるというか、ブレちゃうんですよね。なんか結構ストレスになるぐらい。だからこれ結構今だんだん暗くなってきてますけど、もしかしたらその症状が出るかもしれないけど、まあ、あんまり動くものを撮影してないんで、まあ分かりづらいとは思うんですけどね。うん、暗いところは正直いまいひとつなんですけど、普通に日中で使う分にはすごく綺麗だし、あとびっくりするぐらい手ブレ補正がむちゃくちゃ効いてて、かつあの超広角というか、すごい広範囲まで映って、で色味も本当に DJI ミニとかミニ2みたいな、まあ、あれに似てる画質というか、まあそりゃそうですよね、多分同じメーカーなので同じようなモジュールを使ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、すごく満足。うん、であとはバッテリー持ちがむちゃくちゃいい。うん、バッテリーがすごい結構1時間余裕で多分撮影できるんですよ。4K の 30fps なんですけど、本当にねむちゃくちゃいいです。あ、すいません。何でしたっけ。あ、電池か。うん、バッテリーはすごい。ほんでやっぱね、コンボセットっていうか、電池が充電器とあとスペアが2つついてくる。購入したんですけど、買うときはそちらを購入してください。絶対、これは絶対です。ケチって安い方を買うと満足度は多分下がると思います。コンボの方を買うともうそれだけで他何もいらないですね。確か自撮り棒みたいなのとかもついてくるんですけど、まあ正直あれは僕使ってないんで、ネックマウント一択で今使ってます。だからネックマウントはアマゾンでちょっと買わないといけないんですけど、ネックマウントがやっぱ鍵というか、ネックマウントで運用することになりますね。うん、手で持っての撮影っていうのは基本的になんかこう撮ってる感というかあれが強いので、なかなかね使う機会っていうのが少なくなるんですけど、ネックマウントだとやっぱり もうほったらかしというかで取れてっちゃうんで、基本もうネックマウント一択でずっと使ってます。で、まあこれは実際今テーブルにもう直に置いてやってるんですけど、大体はネックマウントで使うようなケースばかりでしたね。うん、で、あとは熱暴走がない。全然、結構沖縄ってむちゃくちゃ暑いんですけど、まあ風通しがいいんであんまり気温が高くてもそんなに暑い感じは日々しなかったんですけど、やっぱり日差しがずっと
当たる機会が多いんで、まあ、他のスマホとかも含めて電子機器っていうのが結構熱を持ちがちなんですけど、まあ、当然このオズモアクション3も熱を持つというか結構筐体熱くなるんですよ。なんですけどむちゃくちゃ安定して撮影できます。これはちょっと驚きでしたね。なんかあの発熱によりなんかシャットダウンしますみたいなのも一回もなかったし、これはちょっとあの驚きでしたね。でも筐体は熱くなります相当。まあ、それがまあ通常時のコメントですかね。悪いとこって多分ない、僕的には全然ないですね、本当に。あら、すいません、なんか相当違う SNS の方でコメントがいっぱい入って、はい。で、あともう一個、ちょっとね、これ今オズモアクション3で撮ってるんで自分自身を映すことができないんであれなんですけど、マウントする部分ですよね。なんかカチってこう磁石と引っ掛ける部分の2つのなんか感じでカチッとなんか取り外しが簡単にできるんですよ。でカチッと塗ったら絶対取れないんで、なんだけどなんか両脇を挟むとポコッと取れるような感じの設計なんですよね。これがむちゃくちゃ使い勝手がいいし、あと電池、あの一応、通常モデルでついてるのか分かんないですけど、コンボのモデルにはあの外枠のケースみたいなのもついてたんですよ。で僕やっぱ痛みたくないからそれつけて使ってたんですね。だけどそれ使わない方がいいですねっていうのが、バッテリーの交換がむちゃくちゃしやすいんですよ、横についててパカッと上に上げるだけですぐ開くし、むちゃくちゃ使い勝手がいいんですよね。で例えばこうやって配信してるじゃないですか。でその時に例えば、ね、今これバッテリーでやってるんですけど、まあ、例えば電池がなくなってきましたといった時に、USB の、 あのモバイルバッテリー、あのスマホとか充電するやつ、あれのタイプ C のやつでぶっ刺しといて、そちらを給電しながら、バッテリーを、要はホットスポットというか、あの配信を止めることなく、電池の交換ができるっていう、これは相当ありがたい、あの仕様というかになってますね。なので電池は絶対2個以上は持った方がいいし、まあ、だからコンボセットを買ってください。あれいくらだったかな、6万6000か7万弱ぐらいだと思うんですけど、まあ、ケチらずそちらを絶対に買うんであれば買ってください。きっと GoPro よりいいんじゃないですかね、わかんないですけど、もう GoPro を買いたいっていう欲求が僕には今ゼロです。もうこの Osmo Action 3でいいという、気分でいたんですけど、まあ、ここから先がライブ配信の、まあ、今日のテーマですね。今回の沖縄でこのオズモアクション3の何を検証したかったかというと、ライブ配信の機能ですね。特に YouTube と Facebook ライブを、やってみようと思って、まあ、やってみました。でまず Facebook から、これ多分バグだと思うんですけど、どんなに設定してもなんか設定が保存されませんみたいなエラーで一回も Facebook のライブできませんでした。これ絶対バグやと思うし、まあ、皆さんあんまり需要がないのかもしれないんですよね。その動画の撮影かつ言ったらオフラインで自分の SD カードに保存っていう使い方が多分ほとんどだと思うんですけど、なので多分そういったライブ配信っていうのをあんまりやられている方が少ないんじゃないかなと思うんですよ。なので
ググってもあんまり情報が出てこないですね。で、まあ、まあ自分でやってみるのが早いかなと思ってやってみたんですけど、今の現状の、まあ、アプリもしくはファームウェアでは Facebook のライブできません。これもし DJI さん見てたら本当に直してほしいです。まあ、帰ってからちょっとサポートセンターに問い合わせはしようと思うんですけれども、Facebook ライブできません。はい。多分ですけど、キー情報とかそういったと何かが欠けて内部で欠けてるんじゃないかと思うんですよ。うん、RTMP のまあそのパスと、まあ、キーの2つがいるんですけど、多分内部的にガチンコして投げてるはずだと思うんですけど、多分どっかの情報が欠けててうまくできませんでした、私は。はい。で、次 YouTube のライブの方、こちらの方は結論としてはできました。できたんですけど、ここからがちょっと前提条件として、私登録者数1000人もちろんいないんで、いわゆるですね、 YouTube のモバイルライブ配信の利用できる条件として、なんでしょう、その1000人っていういわゆるフォローの数っていうのがあって、1000人以上だとスマホとかでライブ配信できるんですね。なんですけど、まあ数十人、まあ30何人の私は到底できないんですけど、ただ1個できる方法とかがあって、それが PC を経由してというか PC を使った配信っていうのはできるんですね。で、今回オズモアクション3を使った YouTube 配信なんですけど、配信を Go ってやってすぐ配信はできずに、まあ、Mac で一旦配信のその画面があるんですけど、オズモアクションで Go ってやった後にその Mac で開始するみたいなのをしないと始まらない、まあ、そういうめんどくさい仕様を Google さんが設けてるんですよね。で、まあそれでやったら始まるんですよ。で、あとはまあほっとけばいいかって思うじゃないですか。なんですけど、気づいたらなんか切断されてるんですよ。勝手に中断されてるんですね、ライブが。で、僕それ気づかなくて最初。なんですけど、なんか10分ぐらい経ってふとまあ、自分のスマホでその YouTube のライブを確認した時に、なんかくる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 回ってるんですよ。なんか読み込み中みたいな。と思って、でオズモアクション3をちょっと見てみたら、なんか配信終わってたんですよ。これなんだかなって感じで、これ使えんやんと思ったんですよ。で、もう一回ちょっとライブを新しく開始して、じっと落ちないか見てたんですよね。そしたら5分ぐらいでまた切断されたんですけど、その時にオズモアクションの画面を見ると、なんか切断されたみたいな感じで出てて、前回のその設定で再開しますかのイエスノーのボタンが出てたんですよ。で、それをイエスってやる、まあイエスとあともう一個アクションがあったかもしれないですけど、まあとにかく肯定的なボタンを押すと、またなんかそのオズモアクション自身がその指定された RTMP をつかみに行って、まあ、配信を開始して再開してくるんですね。なのでそれをするとまた始まるんですよ。でもまた不安定になるとなんか切れちゃうみたいな、要は使えねえなと思ったんです。で、なんですけど、
そのスピードテストが別に普通に、まあ上りは確かに遅いんですよ。なのでこれ画質落として配信してるんですけど、あのそんなに落ちるほどの理由っていうのが見当たらなかったんですよね。でそれがどうしても分からなかった。だから移動、あのじっとしてるときは比較的落ちないです。これ今じっとしてるんで一回も落ちてないんですけど、結構あのネックマウントでこう街をブラブラして撮影、あの配信するじゃないですか。そしたら知らん間になんか落ちたりするんですよね。でなんでかなと思ったんです。でなんと先日というか昨日、多分これじゃないかなっていう原因が分かりまして、多分これ情報世の中には出てないと思うんですけど、私ドコモのあのSIMカードなんですよ。でドコモってあのコンビニの近くとか、なんかドコモ Wi-Fi っていうか、なんかドコモのなんか無料の広域 Wi-Fi みたいなのがいろんなとこにあって、そこだとなんかタダでパケット使えますよみたいな Wi-Fi が貼ってるところがいくつもスポットがあるんですよ。でこれあの配信する上で Wi-Fi をオンにしてやらないとあの配信できないですね。だからその多分ですけど、最初にそのオズモアクションのなんだっけ、名前がちょっと出てこないな、DJI ミーモっていうやつを、まあ、あのスマホ側で起動して、そのアプリとが、まあ、設定というかその撮影するアプリなんですね。まあ、あの配信の指示だったりをするアプリなんですけど、それとつなげるときにあの Wi-Fi がいるんですよ。 Bluetooth だけだとダメで Wi-Fi がいるんです。で多分ですけど動画のプレビューを Wi-Fi に乗っけてる、使い方をするためだけに Wi-Fi を多分使ってるんじゃなかろうかと、まあ多分そう予想するんですけどね。テキスト情報だけだったら Bluetooth でいいはずじゃないですか。だからその Wi-Fi をオンにしないといけないですね。で、スマホは Wi-Fi はオンにしてるんだけどテザリングもしてるわけですよ。まあ、そういうややこしい状況なんですね。で何が言いたいかっていうと、まあ、そういうことなんですけど、まあ、配信を開始した後っていうのは通信の流れはおそらくDJI のオズモアクション3が直接このテザリングの電波をキャッチしてとか、テザリングの電波経由で直接本体が多分 YouTube のライブストリーミングサーバーとやり取りしてるんですね。どうやら、まあわかんないですよ多分。まあそれはいろいろテストしてこうじゃないかなと思ったんです。で直接通信するじゃないですか。でその切れる時なんですけど、これが例えば近くにコンビニがありますよね。そこを通るとなんとせっかく 5G もしくは 4G で通信してしてくれていたのに、そっちのドコモのなんか広域 Wi-Fi みたいなのを掴んで、そっちがむっちゃいけてないんで、その段階で切れてたみたいな感じになってるんですね。なので配信を開始した後にその DJI ミーモっていうアプリを、ま、あの落としてみたんですよ。落として Wi-Fi 切ったんですよ。だからテザリングだけの状態にして、もう Wi-Fi を掴まないようにしたんです。そしたらむちゃくちゃ安定しまして、なのでそのあたりですよね。基本的にプレビューとかいらないんで、全部 Bluetooth で設定できるようにしてくれたらこんなことにならないですよ。だから Wi-Fi をオフにしつつ、DJI の Osmo Action 3と全部 Bluetooth でやり取りしてくれて、で配信 Go ってやって、でもうあとはアプリ落としちゃっていいよみたいにするか、
もしくは、オズモアクション3単体でそのファームの方でもう全部設定で、あの RTMP の設定とかも全部できて Go ってできるように、なんかスマホなしでできるようにしてくれるのが一番いいんですよね、うん、まあその入力とめんどくさいんで、ただ一旦その RTMP の情報を保存したらそれをずっと使うわけですから、まあ、キーの変更とかパスの変更がない限りは。だからなんかそれを選んで Go みたいな感じのファームに直してほしい。これもったいないですね。 DJI MIMO がないとあの配信始めれないんで、うん、なんともいけてないあの設計というか、そこは直した方がいいですね。あのアプリエンジニアとして言っておきます。で、反面Lumix の GH5 Mark II、これですね、これ大活躍しました今回ね。 GH5 の Mark II、 見えないけど、この GH5 の Mark II って実はライブ配信の機能があるんですよ。でこれがすごいイケててですね、あの要はその確か Y も単独でやってくれるんです、うん、あでもアプリで指示はしないといけないんだけど、こういう変なことにはならない。だからちょっと一旦 Lumix のあの、まあ、Lumix のやつも完璧ではないんですけど、だからカメラだけで確か配信ってできなかったんで、だからそれをカメラだけでまずできるようにした方がいいですよっていう話ですよね。アプリで設定を簡単にできるけど、一旦設定したらそれで配信をもうカメラ単体でできますよみたいな、スマホはいりませんよ、ちゃんと Wi-Fi さえ貼ってたらスマホはいりませんよっていう話ですよね。そういう風に多分直せるんで、ファームの方で対応できるはずなんで、ぜひしてほしいです。多分それやったら満点ですね。満点というか、まあその切断された時の挙動とか細々したことはあるんですけど、例えば切断されたら振動するとか音が鳴るとか、もうそういう対応でいいと思いますよ。とにかく切断されたことが分かって、でまあでもあれですよね、自動復帰するみたいな機能も、だからその今手でボタンを押してるじゃないですか、切断されたら。それも別に自己復帰させるって多分むちゃ簡単なんで、要は多分このファームのクオリティがもっと良くなればもっとこれ売れると思います。あの本当に非常にいいカメラですよこれ。そう思いました。できれば私あの作りたいですもん。DJI さんが王の骨がいいって言われたら僕作りますよ。うん、まあきっと中は何で書いてんのかな、 C ではないと思うんやけど、まあ、 あの僕の中では成功系のロジックはもうできてるんで、だしそんなに難しい話ではないんで、それをまあ入れてくれたら多分お客さん相当ハッピーになりますね。で本当に配信してても接続さえ安定すれば、あの要はネックマウントにぶら下げとくだけであの配信できちゃってるんで、もうなんかまあ一人でブツブツ言ってないといけないですけど、あの、うん、本当に楽ですね。感じですよ。だから接続の不安定さっていうところが今のところすごい致命的だということが言えます。ちょっとドリンク買っておこうかな。
ちょっとしばらくお待ちくださいね。まあ、なかなか難しいですね。うん、ちょっとマーテンの人来るんで、ちょっとだけお待ちください。接続の、安定性に欠けるということです。GoPro の新しいやつってライブ配信の機能ってあるんでしたっけ？もし使ってる方がいたら教えてほしいんですけど、ほんとね、でもアクションカメラってマジでいいから、スマホがあるからもう何もいらないって最初思ってたんですけど、マジでいい。うん、動画を常に撮影してくれてるっていう、かつバッテリーが交換できるんで、むちゃくちゃいいですよね。スマホをずっとバッテリー気にしないといけないじゃないですか。だし、なんか手に持つか、まあ、自撮り棒か、まあネックマウントでもいいんですけど、なんかでかいし、手に持っていろいろ確認したりとかしたい場合もできないんで、やっぱりアクションカメラと共存した方が何かといいですよね。で、 YouTuber の方なんかは絶対使った方がいいです。うん、むちゃくちゃだからこの GH5M2 みたいな、ああいうライブ配信の機能があるガチのなんかデジカメというか一眼というか、ああいうのを使って画質を追求するんじゃみたいな考えの人も多いと思うんですけど、そんなに多分視聴者の人の大半ってそこまでなんかガチガチに凝った画質とか求めてないですからね。まあ内容によると思うんですけど、コンテンツの、まあその映像とか画像が趣旨だったら、そりゃ4K でビットレートがすごい高いやつとか、まあそういうので配信した方がいいし、センサーサイズもそりゃフルサイズでみたいなのがいいですよね。まあ私の GH5M2 はマイクロフォーサーズなんで、その4分の1か、うん、ですけど、でこのオズモアクションに関してはさらにちっちゃい。でもスマホもそのぐらいのサイズですからね。だけどここまで綺麗に配信できるって本当にええと思います。だからむちゃくちゃ細かい高画質を求めるよりは、僕はあれですよ、そのコンテンツの内容とか配信を定期的に継続することに力を注いだ方が僕はいいと思います。まあそうするための一つのアイテムやと思うんですよね。うん。
まあ、僕はその YouTuber ではないですけど、まあ、実際クリエイター、一クリエイターとして、まあ、メインはシステムいじったりアプリ作ったりする仕事なんですけど、まあ、それに限らず最近は一生懸命写真を撮ってみたり動画撮ってみたり、まあ YouTube はまだまだ上げれてないですけど、空いた時間で動画をまあちょっと作ってみたり、誰かとコラボしてその撮影に協力してあげたり、まあいろんなことを今やってます。だから一応この配信の、まあ、今回沖縄で確かめたかったそのアクションカメラを使ってどこまで、まあ、業務というかそのコンテンツ作りが簡素化されて、かつそれなりのあのクオリティで動画をお届けできるかっていうのをちょっと試したかったんですよ。うん、だから結論としてはオフラインで動画を撮影する分に関してはもう全然100点だと思います。だけどまあ単なんか僕なんか特にそうなんですけど、動画を作るのに時間がかかってめんどくさいんですよね。うん、インスタの写真とかだったら、まあ、静止画だから、まあ、ちょちょっといじくったらどうとでもなるんですけど、動画って結構何十時間とかかかるんですよ。ちょっとしょうもない動画ですけどね。そうやってみんな YouTuber の方って、まあ、時間かけて頑張ってやられてるんですよね。僕は結構、まあ、そういう、まあ、IT だったりツールを使って何でしょう、他の人よりも多分サクサクそういう作業ができる、まあ、得意というかなんだとは思ってるんですけど、そんな僕でもめんどくさいですからね。だからこのライブ配信機能っていうのがあれば、まあライブ配信機能を使ってそれを動画に残すことのメリットデメリットっていろいろあるとは思うんですけど、基本あまり加工せずにそのまま残すっていうことを、まあ、ルールとするのであれば、本当にまあトリミング程度後でやっちゃえばみたいなんで終わりじゃないですか。うん、まあそういういいところもありつつ、まあ、ただデメリットとしては今これ 480p で多分流れてると思うんですけど、むっちゃ画質悪いんですよね。うん、その理由は通信の上りがしょぼいから。これはね、今ドコモの本当無制限のプランというか、まあ、気にせず使えるプランにしてて、まあ、結構ドコモさんにはお布施、まあ、毎月満単位では払ってるんですけど、それでもこんなしょぼい状況なんですよ。だから今一番欲しいものってなんか Wi-Fi ルーターなんかいいのないかなみたいな、まあ、そんな欲求が出てきましたね。それで安定した通信を持ち運べるんだったら、まあ、特に上りですね。上りがやっぱ重要なんで配信は。うん、なんか皆さんどうしてるんですかね、外配信者とか。あんまりいないのかな。昔は何年も前、もう5年も6年も前とかだと結構ふわっちとかニコ生とか、僕はもう視聴者側だったんですけど、よく見ててめっちゃ面白かったなっていう記憶がありますよ。まあ昔そこで結構やってた有名な配信者さんとかは今どういう風にされてるのか分かんないですけど、うん、今もあるんですかね。ちょっと僕が知らないだけで YouTube でそういうの外配信とかやられてる人もいるのかもしれないですね。でももしいるんであればどういう環境でやってるのかなってすごい気になりますね。うん、昔はだからモバイル配信って全然できなかったから、レッツノートとかそういうのでみんな頑張ってパソコン片手に配信されてましたよね。うん、だけど今こうやってスマホで気軽に配信できるような
要はスペックにスマホが追いついてきたんで、本当あの誰でもがね、あの簡単にボタン一つで配信できる時代になっちゃいましたよ。だけど YouTube さんにおいてはあのね、 Google さんの方で1000人のフォロワーがいるということで制限かかってるんで、まあ庶民の僕らなんかはできないですよね。 YouTube プレミアムに入ってる僕でもできません。あのせめて有料課金でお布施してるんだから配信ぐらいやらしてくれよっていうのが本音ではあるんですよね。そんなの、まあその変なことしたらバンしてくれても構わないんですけど、なんか真面目にちょっと使ってみようかなっていう人に対して、なんか PC で配信開始みたいなのやらないと配信できないような今の仕様っていうのはちょっとなんだかなと思いますよね。だからもう他にね、別に YouTube にこだわる必要ないから、まあインスタだったり、まあ、Facebook のライブっていうのは今更ないんでしょうけど、うん、まあ TikTok だったり、まあ、TikTok も確かあったんでしたっけ、フォロワー数ある一定数いないとできないとかあったかもしれないですね。だからまああの、うん、インスタなんかきっとできるんでしょうけど、まあインスタのいわゆるオズマアクションのその RTMP の設定でできる方法で、まあ、やるっていうのも一つの手かもしれないですね。別にね、あの YouTube である必要が僕的にはないんで、別にあの多くの人になんか叱るべきものを見てもらえたらええっていうだけなんで、まあ、その、まあ、今はそのコンテンツ自体はないですよ、ないですけど、例えば誰かとコラボしたときにそのあたり技術的な解決っていうのは、まあ、私の方でするわけですから、やっぱその時にしっかりこういうやり方があるけどこういうメリットデメリットあるよっていうのがやっぱ分かってないといけないし、適切にやっぱ誘導してあげたいっていう思いがやっぱずっと IT の世界で、まあ、職種は若干違うんですけど、あの生きてきた人間としてはそう思うわけですよ。うん、まああれですね、そのあたりなんか情報としてまとめようかな。絶対需要あると思うんだよな。みんな難しいとかめんどくさいとかで結構あのね、あのやりたいことはあるんだけどなんか要線みたいな人も結構多いと思うんですよね。その反面まあ僕らみたいに、まあ、自分でちょっとやってみて、あこれが原因だあれが原因すいませんちょっと待ってまあこれが原因だあれが原因だっていうのが分かって、だけどコンテンツ自身はないという人もいるわけで、まあうまくね、まあ、そういう人たちが持ってる情報っていうのはコンテンツを発信していきたいよっていう人にあの届けることができたら、もっと面白いコンテンツも世の中に溢れてくるかもしれないですね。うん、そして気づいたら外には誰もいないっていう、僕がブツブツ言ってるから。ちゃったんかもしれない。そうですね。まあそんな感じかな。うん。マジで DJI さんもうちょっとなんやけどな。ほんまに惜しいです。あの絶対インスタ360とかより。うん、結構 DJI さんのファンになってますからね今。ほんと頑張ってほしいです。なんか中国系の企業らしいですけど関係ないですよ。やっぱいいもの作るとこっていうのは別に国とか関係ないんで、本当に応援してます。
あのもしアプリがいや有料じゃないとダメなんですよっていうんだったら僕買いますし、やっぱそういうふうに今指摘させていただいたね点に関して、一エンジニアとしてやられてるんだったらしっかりと対応してほしいですね。うん、それしてくれたらみんな喜ぶと思います。もうちょっと分かりやすく使いやすいオズモアクションだけで完結できるように頑張ってほしいです。まあそんなところですかね。いやでも本当まだ確認は全然できてないんですけど、まあ沖縄でいろいろ回って、まあ半分ぐらい雨やったんですけど、晴れてる時はいろいろ回ったりした時にこのオズモアクション君は結構ついてる時が多かったですね。まあそのあたり問題ない範囲でまたその動画のネタとして公開できるようなものがありましたらまた公開していきたいなと思います。でも結局前回の沖縄の旅の時もあのオズモアクションは持ってなかったんで、その時だけどあの中華系のアクションカメラでたくさん撮影してたんですけど、あのもうめんどくさくなって SSD の中にずっと入ってます。うん、前回はドローンであの南の方に行ったんでドローンで飛ばせるとこがあったんで、まあ、そこで飛ばしたりしてその分は上げたんですけど、うん、あとは全然だよな、撮りっぱなしで掘ってるよね。だから今回の撮影した動画も結構あったりで、今回はあの一眼持ってきたんでそれで結構写真も撮ったりはしたんですけど、まあそっちばっかりになるかな。うん、画像の方が手っ取り早く出せるもんな。だからこのめんどくさがり屋の僕にとってはあのライブ配信の機能がもっと充実してくれて、基本ワンタッチだけしとけばあとは自動でなんか切断とかが起きても自動で復旧したりなんかそういうのをしてくれるねものがあればもっとやりたいなと思うんですよ。うん、ちゃんとあのコンテンツというか企画を決めて思いつきじゃなしに、本当はね一番やりたかったのがあの夕日のイベントだったんですけど間に合いませんでしたね。あの時には切断される理由が分かんなかったし、もうこれ使えねえって判断して、でも納得いかなくてイベント終わった後夜な夜な調べたりしたんですよ。そしたらなんか恩納村だったかなにでちょっと動いてる時にその Wi-Fi の件ドコモのその00001とか000なんちゃらとかってあるじゃないですか、ドコモなんちゃら、あの Wi-Fi が現れる時に切れるってことが分かって、まあそれはたまたまやったんですけど注視してたら分かったんですよね。夕日が見えるイベントの前で分かったらもっと楽しいイベントの状況がこう皆さんに伝わったと思うんですよね。あの写真一緒に写ってくれた方の多分7割ぐらいがあの多国籍の方だったんで、でも拙い英語でもなんか笑って参加してくれて、
や、めっちゃ楽しかったですね。いや、楽しい時間はあっという間ということで、もうすぐあれですね、日の入り。なんか僕がブツブツ言ってるからみんな来ないような気がするんですけど、これ飲んだら部屋に行きましょうか。あの、次は山陰地方の方にちょっとあの仕事で行く機会があるんで、山陰地方からなんかしようかな。なんかこの職種ってええですよね。パソコン一つでいろんなとこ回れるから。まあこれがあと20年後とかになるとだんだん動けなくなったり、まあそう考えたら今やりたいように動くのが一番いいと思います。いやマジで沖縄最高。今度はね、まあ一人もいいけど気の知れた仲間と行くのもいいですし、まあまた行きたいな。今年でも贅沢なことに沖縄2回目ですんで、今年の1月末と今回と、まあ今年はもうないとは思うんですけど、またね近々というわけにはいかないけど、また戻ってきます。あの本気で物件を構え、あの借りてなんか気軽に来れるようにしちゃろうかと思ったんですけど、まあちょっと家の人間と相談したら怒られました。まあもうちょっとねできる仕事をしてからですね。その後本当になんか住みたいなと思ったら来たらいいし、なんか僕あれなんですよ、夕日のイベントで外人さんとコミュニケーションしてむっちゃ海外に行きたいんですよ今。こんなこと思ったことなかったんですよね。あの純日本人みたいな、もう愛媛の松山でいいぜ、一生いいぜと思ってたんです。だけどむっちゃ楽しい。なんかいろんなわからない言葉だったり、でもみんななんかそれぞれ母国語が英語じゃなくても英語話せるんですよね。なんか日本人ってダメだなと思いました。日本人って学校教育で英語習うけど意味のない勉強ですよね。僕だって大卒ですけど大卒でも意味ないっすよ。やっぱ話せてなんぼだしリスニングできてなんぼです。逆に言えばそれ文字は書けなくても言ってることが分かって思いを伝えれたらそれだけで僕ええと思うんですよ。だからなんだろうな、やっぱ言語ってあの僕らってプログラマーでコンピューターとやり取りする言語いくつもやってるんですけど、まあ、それと同じようにやっぱり自分の思ってることを伝えて相手の思ってることを、まあ、例えばログでデバッグしたり
結果を見てみたりとか、同じですよね。外国の方もその方に対して自分の思ってることを言えて、相手が何言ってるのかが大体でいいんで分かったら、やっぱ人生楽しくなる、今よりも倍楽しいだろうなと思ったんです、うん、で多分一番の近道はまず勉強してというよりかは、もうなんか身を投じちゃった方が早いなと思ったんですよ、うん、いきなりやばいなっていう状況を作った方が、僕面倒くさがりなんで、多分そういう状すいません、そういう状況にならないと多分何もしないんですよ。だから環境にを作ればいいかなと思ったんです。なんかもうこれ冷めてて硬くなってる。もう揚げたて美味しかったんやけどな。最高。なんかいいわ。ってな感じで、ちょっと脱線しましたけど、まあ要は。DJI さんライブ配信機能もうちょっとチェックしてください。僕が先ほど言った件に関してぜひ前向きに検討をよろしくお願いします。それ検討してくれたらみんな喜びます。はい、ってな感じでちょっとグダグダになってしまいましたけど、まあ僕もちょっとやることあるし、ちょっとゆっくりまったりしたいんで、客室に行くか、ちょっと別のとこ移動するかして、ゆっくり楽しみたいと思います。ということで、見ていただいた方々ありがとうございました。そしたらまた気が向いたらやります。どうもご視聴ありがとうございました。そしたら失礼します。